6番の小森選手が先行して、3番の森澤選手は短期で追走で、郡司選手が中段で、松浦選手、吉田選手という展開を予想しました。で、郡司選手が中段に取れて、松浦選手と軸に17、そして SQS 班と東口、松谷という、あの、置きに行った予想になります。展開予想とかは今回結構細切れで難しいと思うので、硬いところで狙っていきたいなと思います。はい。以上です。ありがとうございました。